パールクラミーは、鈴木目極楽魚科に分類される魚。インドネシア、タイ、マレーシア全長12センチメートル。粉単から、尾ひれの基部にかけて黒い筋模様が入る。また体側面とひれには、白い斑点が無数に入り、これが、パールの由来になっている。オスは成熟すると、地色が、オレンジ色に発色し、胸びれと尻びれが串の葉のように伸長する。 地上や水田などに生息する。植生は雑食で、昆虫類、甲殻類、水草などを食べる。繁殖形態は卵生。オスはまず水草や口から出した粘着質の泡で水面に浮かぶ巣を作る。その後オスは、メスの腹部をつついて、産卵を促し、メスが卵を産むと、メスに巻きつくようにして受精する。オスは、メスが産んだ卵を巣へ運ぶ。 卵が孵化すると、オスは事業構内に入れて保護する。観賞魚として飼育されることもあり、日本にも輸入されている。主に飼育か繁殖個体が流通する。空気呼吸を行うため、溶存酸素の少ない水でも飼育が可能だが、逆に急な水流を好まないためフィルターはあまり、水流を発生させないものを使用する。餌としては市販されている冷凍ムシやトミミズ等の他に、 人工飼料にも得づく。稚魚は小型のため卵黄やインフゾリアなどの小型の餌が必要で、その後、ブラインシュリンプなどを与える。飼育下繁殖はウォータースプライトのような水草があれば難しくはないが、上記のように稚魚の餌には小型の餌が必要になる。ありがとうございます。